相川町から望む高田橋高田橋は、神奈川県愛好郡相川町角田と相模原市、中央区水峡棚とを結ぶ相模川に架かる橋。神奈川県道54号相模原相川線を呼び、神奈川県道63号相模原大磯線を通す。神奈川の橋100線に選ばれている。ここには、かつて、久し女の渡しと呼ばれる渡し船があった。 ここで開催される芋二会は夏の風物詩となっている。江戸時代中期に大先行が流星し、武州から総集退散への参詣者の渡下のために久し所、小沢間に渡船が行われていた。その後広報村、棚村間の渡船は神奈川県道として整備された愛家は八王子線の一部となっていたが、度重なる洪水で渡船が流出破壊し、西岸や寄付の結果、 1924年に竣工、広報と棚の頭文字を取って、高田橋と命名された。橋は1925年、県に遺憾が決定したが、同年の豪雨で流出してしまった。県費により、広報村が請け負い、仮橋が同年竣工。翌1926年には、橋脚の起工式が始まったが、その頃、愛武電気鉄道の愛川村田代に至る、経路において、 橋を強要する計画が企てられた。しかしその後経済不況により計画は頓挫、橋自体の工事も三年中断し、1929年8月25日にようやく竣工した。現在の橋、現在の橋は1975年に完成したものである。棚の側には橋の百選、篠崎隆志像、あくようなどの石踏みが並んでいる。ありがとうございます。